こで働くジェニファーさんが体験したある出来事とは？その様子を監視カメラが捉えていた。やってきたのは携帯の修理に訪れた一人の女性。しかしこの日はあいにくサービスセンターが休み、修理ができないと説明すると、そして10秒後、大きな石で次々と携帯を盗む。聞いてみると、急に怒り出したから本当にびっくりしました。こんな経験初めてだったのですごく怖かったわ。まさにド派手な犯行だった。アメリカオクラホマ州、防犯カメラに映っているのはこの家に住む女性。隣の家に向けて発砲。さらに、もう一発。その上、火のついたタオルを。隣の住人は留守だった。女性は隣人とのトラブルに耐えかね、発砲や放火を繰り返したという。自分の家の防犯カメラ映像が決め手となり逮捕された。ニューヨーク、ブルックリン。おはよう、ママ。早く朝ごはん食べなさい。おはよう。おはよう。遅いよ。33歳のオリーは14歳、8歳、6歳の3人の子供を育てるシングルマザー。お兄ちゃん、何？今日も帰りが遅くなるから頼むわね。分かった？分かってるって。食べ盛りの3人のため、朝早くからレストランで働き詰めの毎日。仕事を終えて帰宅するのは夜10時過ぎ。みんないい子だったよ。今日はどうしたの？君の顔が見たくなってね。警備員のラーションとは交際3年目で婚約。子供たちもすっかり懐いていた。さらに、この子の子供気になってね。の順調。オリーのお腹にはラーションとの子供だ。それで病院のことなんだけど。君が決めた病院があるんだ。そこにすべきだよ。でもすごく高い。
ことより病院が家から遠いのが心配だよ。オリーには出産でどうしても譲れないことが。歩いて行ける距離にも病院はある。車で30分以上かかる病院で産みたいという。そのわけは、あの子たち3人ともその病院で生まれてるの。だからこの子も一緒にしてあげたいの。確かに別の病院だと怒られちゃったね。どうして自分だけ違うの？まあ何かあったら俺の姉貴が助けてくれるし。そして定期検診の日。順調ですね。予定日は10日後でしたよね。心配事はありますか？4人目ですし、特には。僕の方が心配でわざわざしているくらいですよ。出産予定日まであとわずか。4度目の出産で計画を検証。その夜。ねえママ、妹がいいな。弟だよね。俺に似てたらきっとイケメンだぞ。新しい兄弟の誕生が楽しみで仕方ない様子の子供たち。さあみんな寝る時間よ。今日は泊まっていくから俺が寝かしてる。ありがとう。先に休むね。深夜3時。可愛いから強いね。これからのありがてはビューティーチャージャー。
くれてありがとう。あなたのコロナ対策がみんな